さて今回もキャラ解説やっていきます。今回はどの子について解説していくの？今回解説するのはこの子だ。シュタイヤー2000、ただいま到着しました。指揮官の力になれるよう、頑張ります。というわけでシュタイヤー2000こと、IWS2000 ちゃんだぜ。イワシちゃん来た、これで勝つる？さてまずは陣形効果から見ていくぜ。陣形は自分の横のハンドガンのスキルチャージ時間を短縮する効果ね。これ自体には特筆することはないが、彼女の特性上ハンドガンの補助をかなり必要とする。なのでそこそこ優秀な陣形だとも言えるな。と入ってもリエンと全く同じなんだけどね。こればかりは差別化が難しいから小言を言っても仕方ない。さてイワシちゃんの最大の特徴はそのスキル。それがこちら。照英吸収と呼ぶらしいぜ。射速を犠牲にする代わりに火力を大幅にアップできるのね。その上昇幅は脅威の 180%、あまりの高さに卒倒してしまいそうだな。ちなみにリエンの上昇幅が 75%。これだけ見てもその異常さがわかるだろう。しかもダメージ効率も射速が下がったとしても 182%。つまりリエンよりもダメージ効率がいいというわけだ。マジかよイワシちゃんめっちゃ強いやん。でも実際射速とか火力とかってどれくらい違うの？それでは実際に見てみよう。今回は資料収集の集中訓練で比べてみるぜ。もちろん舞台はイワシちゃん一人。当然のようにレベルは100。当然だよな。そしてこの動画のためにスキルレベルも10にしておきました。ステータスも当然上げられるだけ上げてます。足りないのは好感度だけですね。そして公平を期すために今回装備は外していきます。さてそれで破戦闘開始です。100後半から300くらいのダメージが出せるのがわかるわね。スキル発動していないとこんなもんです。攻撃頻度はだいたい 1.2 秒くらいでしょうか。おっとスキル発動しましたね。見てわかる通り、ダメージは400から600。ダメージ量は一目瞭然ですね。でも攻撃頻度も目に見えて起きてるわね。体感2秒くらいかな。もうこんな感じです。なるほどね。確かにスキルの運勢はすごくわかったわ。余談だが、このスキルはレベルを上げるとデメリットも大きくなる。そこはデメリット小さくなるんじゃないんかい？このダメージを実現しているのはスキルの力だけではない。イワシちゃん自体の火力も162とライフルキャラ全体で3番目に高い数字。それを 180% アップさせてるとかパないの。しかしこれを実戦レベルまで引き上げるとなると難しい。先ほども言った通り、ハンドガンの補助が必要となる。あれ？これって前言ってた竹槍編成でも同じようなこと言ってたよね。その通り、編成難度は竹槍と同程度の難しさを持っていると言っていいぜ。というわけでイワシちゃんを頑張って扱う部隊、通称 IGA 部隊がこちらだぜ。伊賀、愛されています。ウィキとかに載ってる IWS システムを若干丸めた感じの編成だぜ。タンクもできるハンドガン、ウェルロッドを盾役に置いてるのね。実際はここを PPK にした方が射速バフをたくさん盛れるがそれでは安定感がない。射速バフを少し抑えて安定感を取るのがいいと思うぜ。そして比較的入手しやすいキャラで IWS システムを組むとこんな感じになったぜ。そもそもイワシちゃんが 1% 以下なんですがそれは、この編成だと唯一アストラがスキルで射速を上げられる。かなり優秀に見えるぜ。キャリコさえいなければ、PPK は先ほども言った通り陣形で射速をアップさせる。倍率は星2なのにかなり優秀。この二人は以前動画で紹介したわね。そしてガバメントも射速アップの陣形持ち。発煙手榴弾で時間稼ぎもできるぜ。そして余った枠には M14 をチョイス。初心者でも入手しやすく長く付き合える彼女は育てていて損はないぜ。ここは自由枠よね。手持ちのキャラと相談してレアリティの高いハンドガンを使ったり、盾役を採用したり、別のアタッカーを採用して安定化を図るのも手だな。さらに挑発要請や空襲要請などを使うのも一つの手だな。結構奥が深いのね。竹槍と同じくらい編成難度は高いが、その分自由度も高い感じがするな。つまりイワシちゃんを使う場合は手持ちのキャラと要相談ということだ。ビジュアルは真っ白な軍服をなびかせ、高貴な印象を受けるぜ。白はわかるんだけど、影のつき方とか光の当たり方で色彩豊かに感じられるわね。一口に白と言ってしまってもこのイラストは多様だぜ。左半分はまるで朝焼けに照らされ輝きを放つ色。右半分はまるで星を散らした空のような色をしている。さらに彼女のも杖物も非常に光彩豊か。光を反射して輝く姿は剣を彷彿とさせるな。表情も光の当たり方が相まってまるで漫画のワンシーンのよう。メインヒロインとの出会い方としては最高のシチュエーションよね。彼女の光沢のある肌も外せない。光を反射して輝く太ももの魅力は何者にも抗いがたい。魔性の魅力を秘めている。プリッとして針がありそうね。食べちゃいたいくらいだわ。彼女のスカートから覗く黒い布切れはおパンツではない。
偽パンの部類なのでセーフ、セーフなのです。おパンツじゃないならセーフですね。また彼女の胸元には勲章のようなものが下げられている。詳細はわからないが歴戦の猛者であることは違いない。しかし彼女は心優しく、気配り上手なとてもいいキャラ。お嫁さんに欲しい。まさに絵に描いたようないい人って感じね。指揮官が追い倒した時も、泣きそうになりながら止めてくれるぞ。セリフの端々から感じるいい人オーラがやばいんだよな。指揮官に対する信頼度もかなり高く、頑張って役に立とうとする様は見ていてほっこりするだろう。しかし本人は自分の存在意義に悩んでおり、どう目立つべきかと日々四苦八苦しているらしい。それが可愛い。気真面目すぎるゆえに空回りすることが多く、むしろ他の人を頼ってしまうことも悩みの種だそうだ。なんだ、イワシちゃん可愛すぎか。そんな可愛くてかっこよくて綺麗なイワシちゃんの重賞絵はこちら。あーたまらねえぜおい。彼女の泣き顔だけで無限に飯が食えそうだ。それはさておき、光の当たり方が反転していて先ほどとはまた変わった印象を受けるな。涙の彼女には何か来るものがあるわね。危うくときめいてしまいそうになるが、私の推しは G36 だけだから。それにしてもイワシちゃんの絵はどれも光彩が豊かで見ていて楽しいわね。そんなイワシちゃん、なんと追加衣装が2種類も用意されている。まずはこちら、バッチリ決まっていいっすね。なんかセロハンテープついてますけど、モチーフとしては死神と吸血鬼を足して割った感じかな。いつもの白とは違って黒と黄色の衣装が映えるな。どこか魔女にも見えなくないわね。着ている衣装は童貞を殺す服を彷彿とさせ、純真無垢な男の子たちをその釜で刈り取るぞ。そして重賞絵はこちら。めっちゃセクシーやな。髪を上げて見えるうなじに思わずドキッとしてしまうな。それに背中がすごい妖艶で見入ってしまうわね。先ほどの泣き顔の彼女と比べても、大人っぽくなってだいぶ印象が違っているのがわかると思うぜ。このスキンはぜひともゲットしておきたいわね。続いてはこちら。これはなんというか。すごい折衷的な衣装ね。西洋の趣を残しつつ、民族的衣装に身を包んだ綺麗なイワシちゃんだな。手荷物提灯の絵はゲパードにも見えなくないわね。マントやスカートの模様は鳥のようだけど、鷹のような、もしくは幻獣のような。でもなんか強そうなのは確かよね。そんな彼女はどこか照れたような表情をしている。これはこれで新鮮でいいぞ。イワシちゃんは可愛いな。イワシちゃんのツンデレ。見てみたい？見たくない？めっちゃわかる。そして重賞絵がこちら。なんか割と直近で見たことある気がする。こっちの表情の方がすごい生き生きとしていて彼女らしいと思います。はい。どこか仏像のような佇まいに見えなくもないかな。ここでも黒い布切れが見えているが、やはりこれも違うらしい。下にレオタードでも着てるんじゃないですかね。さすがにここまでグイッと見せられたらドキッとするよね。いくらパンツじゃないってわかっててもね。しかしイワシちゃんは入手しにくいのが欠点。こればっかりはお金で根本的な解決はできない。手に入らなきゃ絵に描いた餅だもんね。スキンは課金でどうにでもなるが、イワシちゃんは製造をガンガン回さなきゃいけない。しかし、持ってない指揮官に朗報だ。ドルフロ1周年記念のイベントで、なんと星5キャラと交換できるアイテムが手に入る。交換にはもちろん我らがイワシちゃんも堂々のラインナップ。これは嬉しいな。持ってない指揮官には嬉しい知らせね。まあもちろん俺は持ってるよ。レベル100スキレベ10のパーフェクトイワシちゃん。変なところでマウント取ろうとすんな。まあこれを見て、イワシちゃんと交換してくれる人が増えてくれたら嬉しいぜ。さてここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。 IWS2000 はオーストリアのステアー社が開発した対物ライフルだぜ。また対物ライフルか、壊れるな。先に言っておくと、この IWS は残念ながら実用化されなかった悲しみの武器の一つだ。さて、そんな IWS は1980年代以降から始まった対物狙撃兵器開発ブームから生まれた兵器の一つ。そしてこの銃の最大の特徴は使用する弾にあるぜ。どんな弾なの？使用する弾は APFSDS 弾。日本語に直すと双弾筒付き翼安定鉄鋼弾だ。なんか強そう。強そうなんてそんな生半可なものじゃない。いわば戦車砲をそのままスケールダウンしたようなもの。人間一人で扱うなんて前代未聞だ。つまり戦車砲をそのままライフルにしちゃったってこと？どうしてこんなことをしようと思ったのか、非常に興味深いぜ。そんなこんなで開発されてしまった IWS。有効射程は1500メートル以上で、1000メートル先の40ミリ防弾鋼板を貫くほどの威力を持っていたぜ。オーバーキルすぎませんかね？しかしながら、特製の双弾筒付き翼安定鉄鋼弾に問題があり、計画は頓挫。双弾筒付き翼安定鉄鋼弾って痛いだけやろ。残念ながら量産されることはなく、開発を打ち切られてしまったぜ。もしこれが実用化されてたら、間違いなく戦車は立つ瀬がなくなってたわね。こんな感じだったぜ。今回はノックスプレイヤー様からご助力いただきまして作成しています。ノックスプレイヤーはパソコンでスマホゲームをプレイできるアンドロイドエミュレータです。パソコンの画面でスマホゲームができるのね。概要欄にあるリンクからダウンロードできるぜ。そしてパソコンの画面でプレイできるということは、ついに動くようになった G36 を大画面で見られるということ。すごくぬるぬる動くわね。私が現在使っているパソコンが片落ちのノート PC なのに、これだけ動くのはすごいぜ。これには変態クソ指揮官も、思わずにっこり。ドルフロは Twitter の ID とかでゲームデータを紐付けしてるから、外ではスマホ、うちでは PC でプレイするのがもはや通例になりつつあるぜ。
ということはアズレンとかリネージュとかも同じように遊べるわね。でもこんなにいいもの、きっとお高いんでしょう。そんなことはない。なんとこのノックスプレイヤーは無料。概要欄のリンクからダウンロードすればあっという間に使えるぜ。マジかよ。早速私もダウンロードしなきゃ。今回は初のタイアップ動画。かなり好き勝手やらせていただきました。ついにこのチャンネルにもこういう案件のお声がかかるなんて。感涙の極みね。これからも頑張っていきますのでご愛顧のほどよろしくお願いします。よかったらリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ノックスプレイヤーのダウンロードもしてくれよな。それではご視聴ありがとうございました。